ヘスス・スワレスは、ウルグアイ・モンテビデオ兼モンテビデオ出身の記者、コラムニスト、ジャーナリスト。現在は、ア・コルーニャ在住。愛称はジーザス、またはスソ。ウルグアイ・モンテビデオ生まれ。その後、母国スペインに戻り、スペイン・ガリシア州リーグ一部で、サッカー選手としてプレーした経験を持つ。引退後は監督養成学校で、フェルナンド・バスケスに学び、指導者としての道を歩む。 シューリーグのクラブで監督を務めた後、オールヨーロッパが見に寄稿するなど、ジャーナリストとして活躍している。1994年4月号より、日本のサッカー雑誌、ワールドサッカーダイジェスト巻末の、ザ・ジャーナリースティックというコーナーで、現在に至るまでスペインのモノクロページコラムを担当しており、月1回の連載で友人のフアンカルロス・バレロンとの対談形式の、 フットボール合評会というコーナーも掲載されている。また翻訳を務める日本のスポーツライター、小宮義之との共著で、絵の挑戦状シリーズなども刊行されている。長らく来日経験がなかったが、2016年4月に初来日。寄稿しているワールドサッカーダイジェストの編集部を表敬訪問している。ありがとうございます。